では大橋は山形県坂田市に架かる橋。最上川左岸下流側から撮影もがみ川と京田川に架かる橋で国道112号が通る。もがみ川に架かる橋で一番下流に位置し、川口から最も近い橋である。新橋は延長861.3メートルで山形県が管理する橋の中では最長の長さを誇る。下前は田市街から 川南の袖浦地区へ渡るには、渡し船か約2 3トル上流の診療を奪し、迂回する必要があった。渡し船は平安時代から約800年にわたって運航されてきたものの、大雨による増水、陶器の最上川川口付近特有の風浪などによる運休も多く、利便性、安全性の向上が望まれていたことから加強が計画され、 に車線の急遽が1972年6月17日に開通した。その後、交通量の増加により、朝夕の通勤ラッシュ時を中心に渋滞が慢性化したため、山形自動車道坂田インターチェンジや、庄内空港などへのアクセス向上のため、県は1995年度から元橋を含む、国道112号の坂田市港県内、 若竹町官を4車線化する国道112号、坂田南各福道路改築事業に着手した。急遽の下流側に新橋を建設、新橋の開通後に、急遽をリニューアルして4車線化する計画で、2008年5月28日に、新橋が開通、急遽は商番を交換するなど大規模改修を行い2012年12月9日に再開通。 事業開始から約18年間をかけて4車線での共用が開始された。4車線化後は新橋が下り車線、急遽は上り車線となった。新橋は延長861.3メートル、全幅13メートルで、車道に車線と下流側に歩道が設けられている。歩道には休憩場所となるバルコニーが3カ所設けられ、木製ベンチが設置された。 下流側の欄干には、川口付近の強風を緩和するために、ポリカーボネート製の防風柵が設置された。景観、視界に配慮して、透明な素材を使用しており、通常は高さ1.2メートル、陶器は2メートルに調整可能な構造となっている。また、欄干には、山形県民家、もがみ側のレリーフが設置されている。ありがとうございます。